米国大学日本校は日本に設置されたアメリカの大学の分校。日本にいながらアメリカの大学に通えると一時はブームになった。1980年代から1990年代にかけて30から40ほどの大学が日本の教育市場に参入したが、その多くが撤退し、2009年には米国大学4校のみとなった。大半が 日本の法令に基づかない教育施設であり、無人加工であった。したがって、法的な定義はない。米国大学日本校の広範な実態調査を行った、月柄光明は、アメリカ大学日本校を、もっぱら、日本人学生を対象に、本校の教育カリキュラムの一部、もしくは本校への単位移籍が可能な教育課程、または本校への進学準備教育課程を、 提供している期間と定義している。米国大学日本校は、英語研修課程留学準備課程学位課程を提供していたが、学校教育法上の大学ではなく、私塾と同じ扱いで、卒業しても、日本の大学卒業資格を得ることはできない。1990年代に設置されていた学校の、経営母体の法人格は営利を主目的とする、株式会社組織が、大半、 非営利であっても、社団法人に泊まり、専修学校、各種学校として、学校法人格を持つ者はわずかであった。このため、卒業生は、日本の大学に編入学する際に、単位認定を受けられなかったり、不法就労を防ぐために行われた、入国管理法の改正により、米国大学日本校に留学しようとする学生への、 学生ビザの発給を受けられなくなるなどの不利益があった。大学の認可を受けていないため、文部省も実態を把握しておらず、看板倒れ、看板に偽りありでトラブルとなったケースもあった。日本国内の米軍基地内にある日本校を除くと、1982年にテンプル大学が日本校を東京都港区芝に開設したのが最初である。 当初は留学準備過程である集中英語過程のみで発足した。日米貿易摩擦の不均衡を是正するため、1986年に日米貿易拡大促進委員会が日米の国会議員によって設置され、対日強硬派のリチャード・ゲッパード民主党、会員内総務の主張により、アメリカ大学の日本公開説が受け入れられた。委員会事務局が アメリカの諸大学に日本校設置について意向を尋ねたところ、151校が日本進出を希望した。1987年2月、ボストン大学、ジョージア工科大学、ミシシッピ州立大学、ジョン・エフ・ケネディ大学など、アメリカ16大学及び5つの大学連合体による代表団が来日して、日本各地を視察し、有力候補地を挙げた。 アメリカの大学を誘致することは、日本の大学を誘致する場合よりも短期間で設置できること、安価で設置できるという利点があった。1990年に国土庁が調査したところ、33校があり、約1万人が在籍していた。新潟県中条町のサザン入りのユニバーシティ、新潟校、秋田県遊和町のミネソタ州立、大学機構秋田校は、 自治体の誘致で誕生した。日本校の多くが間違った理念で運営され、利益を優先する傾向があったことから、アメリカ大学の評判が低下しないよう、設置基準が検討され、1991年2月、在日米国大学協会が設置された。1995年時点で、秋田、新潟、富山の学校は、専修学校として、県知事に認可されていた。 これらのうち、秋田と新潟の学校は、就職率が90%を超えた。2004年に、文部科学省は、制度改正を行い、海外大学日本校を大学として認可する、よう、方針転換した。トリーヤステルは、米国大学日本校の閉鎖の原因を次の7通りに、分類している。学生数の減少学費の高さ日本校の評判の、 低さ学生の英語力の問題日本の高校3年生の英語力がトーフルで350から400点であるのに対してコミュニティカレッジでも450点テンプル大学ジャパンでは学部家庭入学のために525点を課していた設置形態の問題大学に対する考え方の違い米国側からの契約解消通告ありがとうございます